急遽集まりいただきましてすみません。報道によりますと、民主党が明日11日に福田首相問責決議案を参議院に提出することを決定したと言われております。これに対する我が党の基本的態度を述べておきたいと思います。我が党は福田内閣について、内政外交全般にわたってどの角度から見ても問責に値する内閣だとこれまで主張してきましたし、今もそう考えています。したがって問責に値するという態度には変わりはありません。しかしそのことといつどういう状況の下で問責決議を出すかというのは別の問題であります。したがって11日の時点で問責決議を出すことは適切ではないと我が党は考えています。理由は2つあります。1つは問責決議というのは、衆議院で言えば不信任決議案に相当するものであります。法的拘束力はないとはいえ、参議院での問責が、大変重いものであるとはこれまでから言ってきた通りであります。かつ参議院で問責決議案が出されれば可決される可能性が大であります。ほぼ確実と言ってもいいでしょう。で、一因であれ内閣の不信任が可決させされれば、問責が可決されれば内閣総辞職もしくは解散総選挙ということになるわけですが、それが回避できないような状況に追い込んだときに問責決議は出すべきだと我々考えています。客観的に見て現状はそういう状況にはないと、そういう意味で気が熟してないというふうに考えています。で、二つ目の問題は、じゃあどうやってそういう気を作っていくか、気を熟させるかということですが、結論から言いますと、国会論戦と圧倒的な世論の包囲によって相手が居座りが回避できない状況を作ると、すなわち問責決議を出せば解散総選挙もしくは総辞職せざるを得ないという状況に国会論戦と圧倒的な世論で包囲し追い込むということが大事だと考えています。で、率直に言って民主党の場合その努力を尽くしていないというふうに言わざるを得ません。例えば後期高齢者医療制度問題というのは今国会での大きな課題であります。多くの国民がこの制度を廃止してほしいと願っています。で、我々は参議院の段階で参考人質疑、地方公聴会を含めて徹底した審議の上、可決成立させるべきだと野党の幹事長職局長会談でもそのことを主張して、これは野党全党の合意になりました。ところがその合意をした直後の参議院の厚生労働委員会でその合意を踏みにじって委員長を職権で採決日程まで決められるという暴挙が行われました。これは、与党であれ野党であれ、数の力で理事会での議論も行わないで委員長の職権でそういうことをやるということは正しくないと、私はその職局長官庁会談の後に行われた記者会見でも申し上げましたが、自公がこれまでやってきたことを参議院段階で多数を取った民主党が数の力で同じことをやっていると批判されても仕方がないような、これは暴挙だと、そういうことはやるべきでないと言いましたが、そういうことが行われました。で、しかし参議院では、その後法案が可決され、廃止法案が衆議院に回ってまいりました。で、衆議院段階ではこれから審議をやろうというときに審議をやらないでまだ審議に入っていないのに明日問責決議を出すと、明日という日は党首討論を行う、クエスチョンタイムを行うということがすでに国旗の委員会で決まっていた問題でした。で、それをやめて、すなわち衆議院での審議をやらないで、党首討論もやらないで問責決議を
出すというやり方は後期高齢者医療制度を廃止に追い込む論戦と世論で追い込んでいくという立場に民主党が立っていないと、まあ、いわば衆議院段階での議論を捨てようとするそういう姿勢がありありであります。さらに言うならば、宇宙基本法、国家公務員法の改定など悪法を強行するために自公の談合が行われて審議抜きに自公民の事実上もうほとんどの審議時間なしにこういう法案が強行されました。また憲法審査会の指導のためのいろんな策動が自民公明民主の間で行われておりますし、自民民主の両党幹部も入った新憲法議員連盟も結成をされて、新憲法議員政党議員同盟ですね、正確に同盟政党議員同盟に自民党や民主党の幹部が加わると、すなわち、まあ、自民党政治自公政治を客観的には助ける役割を果たしていると、まあ、さらに言えば私が出た幹事長職局長会談で問責決議を出すという理由の説明の際にですね、その民主党内の自公民協調型の動きが今一部に見られるので対決型に転じるために問責決議案を出すと、あるいは国会の最終盤山を作る必要があると、このままのうのうと洞爺湖サミットに無傷のままで福田総理を出席させるわけにはいかないと、国会閉幕後も緊張感が保てるように問責決議を出すんだと。もちろん後期高齢者医療制度の問題も言われましたが、これは付け足しでした。やっぱりこういうやり方ではですね、実際に論戦と世論で追い込んで問責を出せば、総辞職ないしは解散というところに彼らが行かざるを得ない状況に追い込む上では極めて、不徹底と言いますか後ろ向きの態度だというふうに考えています。で最後に前回の幹事長職局長会談の席上を鳩山幹事長から週末ないしは週明けに問責決議を出すことを考えていると言われました。その席上でも私は今日出された理由では同意できないということを言っておきましたが、その際に、出す場合にはまた改めて、ご相談をしたいという表明がありましたが、未だに相談はありません。したがって、野党間でのやっぱ公式の協議をですねきちんとやるべきだということを各野党にとりわけ民主党に、この記者会見の後申し入れもしたいと。問責決議案というのは、まあ、いわば野党の共有の武器であり手段だと思うんですね。野党全体の民主党だけではこれ可決しないわけですから、だからそれを出すか出さないかどういう時期に出すかというのは当然野党間の協議があって叱るべきで、その相談もないままに出すんだというやり方はですね、やっぱりせっかくの野党の共有の財産武器を、まあ、いわばもてあそぶことになってしまうということで、そういう申し入れをやりたいというふうに考えております。以上であります。実際に出された時の本会議の対応と、まあ、可決した後民主党などは審議的に入るんだと思うんですが、それに対する対応はどうされますか。前段に冒頭に言った話からお分かりいただけると思いますが、私たちは、福田内閣は内政外交あらゆる面から見て問責に値する内閣だと考えていると、言葉から判断していただければ結構だと思います。でもし可決された後の国会審議をどうするかとしたら、まだ可決もされてないし提出もされてない段階ですから、その段階で考えたいと思います。まあ、基本は我々は
国会は審議すべきところだと思ってますし、我々会見延長に反対だけれども、仮に1週間ほど会見延長されれば、後期高齢者医療制度の問題について何度も審議することは可能ですし、運動もその間に一層盛り上げて、採決に持ち込むことも可能だというふうに考えてますから、基本的には、きちんと論戦をすべきだという立場であります。前回の職官の時にもそのことを私尋ねまして、これは民主党の正式の決定じゃありませんから、やめておきますけど、次の国会にもつながるものだという意見もあるようです、民主党内の。すなわち臨時国会も審議をしないという考えの人もおありのようです。最終法案の方、答弁にも立たれることがあるんですね。はい、そうです、はい、当然4党で出してるわけですから答弁に立ちます。それから国旗のこと言ってる今日の、国家基本の委員会も合同幹事会もありまして、それで民主党の側から問責決議案を明日中に提出したいので、やめさせてほしいということがありました。で、自民党からもありましたけど、私はやはりもともと国家基本委員会における党首討論というのは前から決まっていることがありましてね、でこれ何回も何回もその都度両方の勝手な都合にやめてるということがあるわけでね、それだったら俺とこちゃんと出させろと、俺とこだったらいつもやるってこう言ってきましたけどそれは本当は確かに言ったんです。で合わせてやはりそういう自分とこの理由でねやるっていうのはいかがなものかと。でしかももし本当にそれ出したいっていうんだったら、それは党首討論を行うという配慮をした上でやったって別に構わないわけで、それはきちんとやるべきだとということを私どもとしては主張をしたということですね。ですから先ほど書記局長がありましたように、やっぱり全体の論戦でね、いろんな点で追い詰めていくということが大事な一つの局面を捨てることについては私どもはおかしいという意見ですよね。ほとんどの場合は参議院の力関係から言ってですね、問責決議案が出されれば可決されるという、そういう戦後の政治史上初めての状況ですから、その時に相手が、どういう決議が可決されようが解散もやらないし、そういう職もやりませんという、こういう状況の下でそう何回も出す性格のものではありませんから、問責決議はやっぱり重いものだということを我々言ってきます。それだけにこう時期をですね、慎重に検討すべきだと。問責に値する内閣だということは、もうこれはどの党よりもそういう立場に立っていると。という点はもうこれまでからずっと言っていた通りであります。よろしいでしょうか。はい、どうぞ。そうすると仮に11日じゃなくてですね、もうちょっと今国会の会期の後ろの方で問責決議案を提出するタイミングが来るというよりも、とりあえず今国会は論戦を重視して問責を見送った方がいいのではないかというのが、共産党さんの今のところのスタンスということなんでしょうか。11日に出すことにはことは適切ないと考えるというのは現時点の考えです。で、先ほど言ったように理由は2つありますから、その2つの理由が解けたら出す気が熟したということだし、1週間延長されたからといってこの条件がそのままだったら態度は変わらないということであります。今の時点で
11日に出すべき、出すことは適切でないと。で、理由はさっき述べた2つと。はい、はい、はい。ですけども、ちょっと明日11日にもし民主党が出すというと、はい、共産党としての共同で出すということにはまあ応じないと。はい、それはありません。なお、現時点で共同で出したいがという呼びかけもありません。それは前回の幹事長職業協会団の空気もありますから。その11日の時点で出すことは適切でないと考えていると言っているので、共同で出すこと、これはもう完全な矛盾ですから。よろしいでしょうか。はい、どうも、急にお集まりいただいてありがとうございました。